えー、今回はまあ偶像ですねまあ偶像っていうのはまあ本当のままですね偶像崇拝とかって言いますけどもあのやっぱりね自分見てって思うんですけどもやっぱりこの偶像崇拝って多いなと思いますね改めて、まあ、特に例えばあの商売してる方なんかだと、まあ、神棚とかね神棚とかありますけども大体いい神殿にすらですよあの、まあ、当然当たり前の話ですけども あのそんなところにまあヤフーはいないってことですよね。まあ、そう考えると例えば神棚にいるわけないですよね。まあ、そんなものはいらないところです。でその他にも他にもですね例えば見ててですね例えば人形とかね人形とかをま大事にしているとかまあいろいろあるんですけどもまあ、とにかくまあこれは世界共通ですかねでも日本も特に まあ、偶像崇拝って多いいと思いますでやっぱりそこに神が宿ってるとかね、まあ、そういったことってありますけどもでもやっぱりバイブルで本当のことを知るとですね、まあ、それがいかにおかしなことであるかっていうことが分かると思います。あやっっぱりこれルシファーの策略ななんだてて改めて思いますね、まあ、とにかく偶像崇拝をねいっぱい見てるとああなるほどなと思うようになりましたね本当にね。 でとにかくもう今自分たちのやってることっていうのはまあ高次元とのコミュニケーションは別にその偶像崇拝でもなんでもないわけですよねで本当に場所はどこででもいいわけですでやっぱりねプレイヤーっていうのが大事なんですフェイス信仰、まあ、もそうですし、まあ、そう考えるといかにその偶像崇拝っていうのがまあおかしなことであるかっていうことですね。こ、まあ、これもです、ね、あるる意味まあ大きな苦難が来ることによって まあ、この偶像崇拝がいかにおかしな、おかしなことであったかということがね。まあ、分かる時が来るってことだと思います。まあ、もうすでに、まあ、五つのことを実践されている方は、この偶像崇拝いうのがいかにおかしなことかってことは、もう分かっていると思いますけども。まあ、とにかく、まあ、世界中、まあ、日本もそうですけど。まあ、偶像崇拝が好きなんだなっていうことをね、改めて、あの、見たりする機会がね、多いです。 まあそういうことでまあこれがねいかにおかしなことであるかっていうことを、まあ、知っただけでもまずは良かったんじゃないかなって自分は考えてますねうんだからやっぱりバイブルをねあのその何ですか宗教書とかとかそういうふうに考えてしまってるとこういうことに気づかないっていうことになるんですねうんだからやっぱりうんバイブルは各個人に宛てた手紙であってね まあ最強の御神書であるってことをまた改めてね実感しましたねこういう時うんですから是非一人でも多くの方にこのいかにこの偶像崇拝が間違ってるかってことを知っていただきたいですしまあバイブルのねアプリをダウンロードしていただければなと思いますね、うんまあ、今回は以上ですありがとうございました